皆さん、こんにちは。フリードンフードのマリス・カエリアンと申します。今年も一昨年に続き、続きお引き続きあの、このような素晴らしい機会をいただき、本当に誠にありがとうございます。で今日はビジネスにおける誤る行為が与える印象が異文化間の違いについて お話しさせていただきます。よろしくお願いします。えー、もしかしたら、アクセントからお気づきの方がいるかもしれませんが、私はフランス人で、えー、2008年半年間、えー、東京のキャノンさんのためにあの働く機会を恵まれました。その後ロンドンドに りえー、3年間で、えー、2つの日系会社のために働いて、えー、2012年から、えー、今の会社 FreedomFood という原子系のミートスプライヤーのために、えー、お働いています、えー、おがけさまであの顧客様の中で たくさんの和食レストランが、えー、いらっしゃいます。イギリスの会社で働き始めた初めてあのよくあの言われ言われるようになったことは、ヤンは謝りすぎだよ。ヤン <laughs> はどうしていつも日本人のようにあの謝謝ってばっかりなの。 ばっかかりですかとあのよく言われてあのこの経験がこの経験のきっかけで謝る行為が与える印象が文化によって違いがあること,あることに気づかれて以前から、えー、興味深く、えー、感じていた。えー ため今回のテーマとして選びました。日本人は一体ヨーロッパ人が明らかにミスしても、えー、どうして謝ってないのかということがあのよく聞きます。反面ヨーロッパ人からしてみると、えー、一体 なぜ日本人はいつも総理総理とあの言,ってる言ってますかどうしていつもあのどんな時にも謝っ,あ謝ってるのか、えー、ということも耳にしてます。このギャップを意識し解,あの解決法を考えないと謝ることによってあの問題誤解が 起きる危険性があると思います。じゃあ、それではまずはあのヨーロッパについてお話しさせていただきます、えー。イギリスを含めてヨーロッパで同じだと思いますが、あのフランスではそんなに普通にあやりません。謝るという行為が、 より最初の集団にありひどく非難な状況を意味します一方フランスでの、えー、大学の先生は謝るなあの謝るというのは、えー、負けを認めることなのです、えー、と言ってたことをよく今も覚えてますその結果 謝るという状況に追い,や追いやれることを避けるために言い訳してしまうのがあの自然な流れです。例えば、会社に遅れた時にあの電車のストライキがありましてあの遅刻しましたとか僕の猫の具合が良くなくて。 <laughs> などのようにあの言い訳、えー、しまいますね。とにかく自分のせいではないということをアピールしてしまいますね。で自分があの経験した、えー、文化のギャップなんですけれどもキャノンさんで働き始めた時に一回あの遅刻してしまってで自動的に課長に あの電車の問題があって遅刻しましたというなんか自,動自動的にあの言い訳してしまいましたで実は本当の失敗は遅刻ではなくてあのその言い訳したことを後であとで気,気づいてきてあの今も反省しております <laughs> えー、まあ日本において 間違いをを認めてて持って謝ることですその罪をどう償うかで勝負することが美とされていて言い訳をしてその償いから逃げるような行為 には非常にかっこ悪いとされています。謝ることは、名誉挽回の機会を得ることになります。いい例として、トヨタ自動車のケースがあります。トヨタ自称は2010年に車のリコールの問題がありまして、トヨタ社長はまず公に えー、謝,りました謝罪するだけではなく問題が発生した原因をちゃんと述べてこれを修正して、えー、改善することができましたミスをしたことをバネにトヨタは、えー、と成長を結びつけたのです では、えー、なぜ、あのその謝る行為に対して、えー、その違いがありますか、えー、3つの理由があると思います。まずです、ね、ヨーロッパでは、組織と、えー、個人の関係が日本とは違います。みんなヨーロッパで個人として仕事を行っています。 ですから例えばミスを発生してもその連帯責任を取って謝ることは珍しくしてそん,な時そんな時はむしろ自分のせいではないあのちゃんと仕事してるよということを強,制しないと強調しないと、えー、自分に任せられる。 任務を行っていたと見られる恐れがあります。日本では、で、そしてあの二番目のあの理由なんですけれども、教育についてお話しあのさせていただきます。日本では子供の頃から何かに失敗したら親や先生に対してまず謝ります。 それに対して深く反省して自分の中で原因を考えて繰り,かさ繰,りせ繰り返さないように、えー、これから頑張りますという自然な流れが、えー、ありますねで。もちろんイギリスとかイギリス、フランスではあの子どももミスしたら叱れられる、えー、のも当たり前です。 そして謝らせますしかしそのあとで罰が課されることが多いのですミスをしたら一度嫌な思いをさせてその嫌なことを繰り返さないためにミスをしないように頑張りますという違いがありますねでヨーロッパ人からしてみると えー、日本人があや謝りすぎる、えー、とよく言われています。なぜそういうふうにあの考えられるでしょうか、えー、例として、すみませんの言葉から考えてみます。えー、日,本も日本人はあのすみませんという言葉をよく、えー、使います。英語で、えー、直訳すると、sorry、えー、もしくは excuse me。 になりますね、確かに謝るときにあの「すみません」をよく使いますがお礼をする時にもあの自分を下げ相手に敬意を示す時にもよく使われています。で日本語には「すみません」のような、えー、と人の輪人の輪を守る言葉がたくさんあります。 でその日本語の「すみませんは」はえっ、ー、とクッション言葉であり人間関係の潤滑油ですあなたのことをどうでも思ってないよあ,のあなたのことを大切に思,思ってますよというメッセージを暗に伝え,伝えてますでヨーロッパ人はこの「すみません」の 例を案に意味している場所の聞くときにお聞くとお礼のよお礼のお礼を言うような場面でも日本人は謝ってるなぜだよく疑問に多いどうして日本人は、えー、そんなに謝って謝って謝ってると考えられますで結論として これからのヨーロッパの会社に必要なものの一つはお客さんへの対応だと思います。そこで日本の文化からいろいろな面で学び言い訳の文化へから責任の文化へ移動することが 最古の鍵の一つと言えるでしょう。以上です。